はい、皆さんこんばんは。サントンドライバーです。11月の3日、祭日金曜日、時間は午後の8時、10分を過ぎたあたりです。先ほど今週の EYTV の更新がありまして、1週間前に、ね、ツアーメンバーの発表、一部発表がありましたけども、今回はリハーサル6日目の模様を、ダイジェストというか、お送りしてる感じでしたね。ガイ・アリソンが、ね、ビートルズの T シャツを着ていらっしゃいました。あの、彼のインスタグラムの方にね、その写真が、その日の夜かな、ジェフと飲みに行ってる写真がこう掲載されています。で、ちょうどその1週間前に、ね、ジェフ・ダグモアさんが、急遽というか発表、ね、シークレット発表がありましたけども、僕はもう本当に、なぜあれほど嬉しかったかというと、もうひょっとしたら彼、年齢的に A ちゃんのツアーを回ることってのは難しいじゃないかと思ってました。ですので、昨年、ちょうど150回の、ね、その時に1回きり、1回だけメモリアルなので、参加あるかな、こんな風に期待していたんですけれども、まあ、昨年は、ね、あのような結果となってしまって、で、まあ、今回に至ります。なので、ね、本当に嬉しかったんですけど、まあ、彼はもう1960年生まれなんですよね。で、僕の8つ上年齢でいうと今63歳になるのかな、ね、その、ね、年齢で今回ツアーを回るということなので、まあ、ジェフ、彼も、ね、普段からこうウェイトとかやってらっしゃるんですか ね、バリバリのドラム見せてくれると期待しています。で、今日の動画ではまだコーラス、あと、ラッパですよね。サックスの参加はないんですけども。で、動画の後半で、カモンベイビー、ね、音が流れる、ね、流れますよね。その一発目がもう、それサックスなんで、もし今回のツアーが、ね、カモンベイビーで始まるんであれば、1曲目にそのサックスが聴けるということで ね、誰なのかなという、ね、こういう楽しみも待っております。はい、で、今日、まあ、今週の流れをこう見ると、1日の日からクイズ、 e モバイルの、ね、e アザーモバイルの会員の方には毎日クイズが出されているようです。まあ、今のところ比較的簡単というか、まあ、容易な3択問題なので、ほぼ皆さんが、ね、クリアされているんではないでしょうか。まあ、クイズなので、当然昨年のスゴロクと違ってね、クイズなので、落とす問題というのは先々難問が出てくると思います。でないと皆さん一緒にね、こう上がりになってしまいますが、まあ、それはね、そういうことはないでしょう、ね、必ず難しい問題、引っ掛け問題、そういう、ね、ことがあると思われます。あと、ポイントプログラムが始まったんですよね。僕マイページを見てみましたが、今のところは特に表示がない状態です。一度、ね、ヨザクラブさんも退会してるので、まだ再度入ってから5年以上経ってないということで、まだポイントは0ポイントでした。
まあ、今後方針とかするとポイントが増えていくのでしょうかね。はい。それからね、今週もね、もう来週の土曜日からスタートですので、もうそろそろトレード制度の発表があるのかと、ね、昨日あたりからもうあるだろうと毎日思ってるんですが、なくて、もう今日もね、8時過ぎてますので、今日の発表これないんですかね。そうなるともう明日しか発表する日がないと思われます。はい、明日ね、その制度が発表されたらまたね、時間ある時に解説していきたいと考えています。で、今日はですね、11月3日文化の日ということで、文化の日はアナログレコードの日でもあるんですよね。レコードの日ということで、どうですか皆さん、ご自宅にレコードをお持ちの方は久しぶりに引っ張り出したりされたのでしょうか。ね、アナログレコードとても味がありますよね。実は僕はですね、今日地元の図書館において、その自分が持ってるレコードをね、持ってきて聞きましょうという、こういうイベントがあったんですよね。で、図書館の、まあ、ちゃんとしたホール、音楽を聴けるホールで、そこでレコードをかけて、スピーカーからね、流れてくる、その音をみんなで聞きましょう。こんなイベントがありました。で、僕はあるレコードを持って伺いました。その音源をね、一部やりとりと撮ってありますんで、聞いてみてください。はい、3、2、1、スタート。では次の部分は、キャノンです。これは私は個人的にはものすごい思い出があるわ。キャノンの Any Time Woman という曲です。メッセージをいただいております。このアルバムを、手にしたのはキャロルが解散して13年ほど経過した20歳の頃、1973年75年ですね。5年4月13日4月13日です。20歳の頃に入手されました。梅野のアメ横の中古レコード店で手に入れました。当時はすでに CD の全盛時代、あえてアナログ版で聴こうとも思わずプレイヤーも処分してしまいました。それからやがて35年のスキーが流れて、今日初めてこのレコードに入ることをします。今日初めて聴くんですね。レコードは初めてです、ね、曲は聴いてるけど、はい、スキーが DVD が出てますからね。そうですね。イベントを企画いただいたスタッフの皆さんに感謝いたします。来年も参加したいです。まあ来年も待ってます。はい。このライブはすごいですね。日比谷の野音でやった海外コンサートで、はい、雨が降る中やって、最後に爆竹で消えて、大火事になったという。そうですね。これは聞こえない。じゃあ、一つ付け加えさせてください。はい。今からお聞きいただくのは、その解散コンサートの本番が終わって、アンコール1曲目のところなんですね。はいはいはい。で、興奮したお客さんがステージにこう上がってきてまして、それをまずなだめるのが、舘ひろしの声が入ってます。はい、クールスの舘ひろしが、なだめて、それから曲が始まるんですけど、この Anytime Woman というのは、まだ当時、詩がない曲で、はい、後々、そうです、後々矢沢永吉さんがソロになってから、曲として新たに発表する曲なんですけど、お客さんとのこのやりとりのグルーヴ感がとても楽しめる曲だと思います。舞台に上がらないでください。絶対に上がらないでください。そうです、そうです。
よくご存知。じゃあ、ちょっとライブなのでうまく回せるだろうか。はい。一曲目なので、はい。会場総動員してます。ああ、その後はそうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まずはい、皆さん聞いていただきましたか？権利のね、関係もあるので、本編の音楽の部分っていうのは YouTube で流すことできないんですよね。なのでカットしてる部分はご了承ください。はい、正解は、キャロルね、燃え尽きるキャロルラストライブの中からエニタイムウーマンをかけてもらった、こういうことなんですけども、実はね、このイベントをおそらく企画されたのがその図書館の館長さんなんですけど、ね、館長さんが、ね、実はキャロル、まあ A ちゃんも含めてキャロルファンだったという、ね、びっくりしまして、イベントが終わってからね、ちょっとそういう話で盛り上がりまして、ね、また来年も来てくださいとこういうことになりまして、もしかすると個人的にこれからこういう思つ方になるかと思われます。年齢はね、私より僕よりもちょっと上の方で60半ばの方なのかな。はい、個人的にとても思い出のあるアルバムだとおっしゃっていただいたので、とても嬉しかったです。聴いていただいたのは、エニタイムウーマンなので、当時はまあ詞がない、作詞がまだない、バージョン。ジョニーさんがいなくなった時に、これを、うっちゃんと永遠、イベントの時に流してね、演奏して繋いだというエニタイムウーマンを聴いていただきました。はい、ね、今日はこんなイベントにね参加したという話で、もういよいよ来週水曜日が、公開リハ。ああ、そういえば今日公開リハの会場であるお台場ダイバーシティに、下見で行ってきましたという方から昼間に LINE の画像が送られてきました。もうね、前のめりになってらっしゃいましたねあとインスタのこうつながりある方ですと、ミュージック企画、A ちゃんのソランポのミュージック企画のラッピングされたツアートラック、ね、この画像を
ね、撮られた方か、あのインスタグラム上でアップされたのが、ね、見ることができます。まあ、トラックも何種類か、4種類ぐらいですか、トランポがありましたよね、デザインがね。はい、その辺あたりも、僕は間近で見れるのは仙台かな。仙台初日、確かゼビオは、ね、トラック並んで見れましたよね。はい、そのあたり楽しみにしています。はい、ではトレードの話は、ね、次回こそはできるかと思いますんで、また聞いてみてください。サントンドライバーでした。ありがとうございました。あ、皆さん喉乾燥してますね。喉気をつけてください。ちょっと僕も喉がイガイガしてます。はい、以上です。